はい、はい、始まりました、板橋ラジオ。板橋ラジオでございます。お願いします。さあ、掘っていきましょう。水曜日チームも半ばでね。はいはい、あともう後半頑張っていきましょう。あー、いいね。はい、そんな感じなんや。いいですね。もう月末ですからね。あららら。月末か。月末ですから。ちゃんと計算できてるか。取りだめしてるから。月始めの可能性もある。もうだいぶ寒くなってきましたね。憶測で喋ってる。外がね。まさかあんなこと起きるとはな。ねえ、びっくりしましたね。なんか、まさかTM レボリューション、新曲発表。新曲発表。びっくりしたなぁ。すかねぇ。ゴリラが2週連続動物から逃げ出すとはね。思わなかったね。これ当たったらえらいこと。方針せえんかも、この回。ですけども。いっちゃいますか。お題の方。秋の思い出。秋の思い出？秋の思い出。手抜いてないこいつ。違うやついける？違うやついける？それの時ばかり文句が多いですけど。秋の思い出。僕のセンスが死んでるんですね。秋の思い出はないけどな。秋の思い出、まあ、頑張ってみるか。一回やってみる。秋の思い出。秋の思い出？秋な。その、どんぐり。どんぐり。頑張ろう、頑張ろう。いける、全然。どんぐりの。どんぐりを。どんぐりをさ、なんか、ずっと持ってて、なんか、公園で、酒飲んでる、どんぐりおじさんって人おったわ。ほんまかった。マジだった、マジだった。秋以外持ったけど。秋の思い出ではね。秋バージョンや。そのおじさんの秋バージョンやから。いや、でも、その、どんぐり持ってない、ね、秋以外はね。うん。でも、その、どんぐりおじさんって呼んでって。まあ、で自称してんや。そう。どんぐりおじさん、今めちゃくちゃ久々に思い出した。どんぐりおっちゃんかな。どっちでもええって。どんぐりおっちゃんやったかも。どっちでもええよ。そう、多分ね、俺と仲良かった人、おったーって。見てる人？見てるか知らんけどね。ないんやねん。いけるいける、秋秋。いや、無理やね。一発目でしょ？一発目どんぐりおじさんでしょ？もう無理よ。だいぶ排水の陣よ。秋なんや？秋、紅葉とかね。紅葉ね。もみじ。そんな。もみじな。秋。なんか、秋にあったエピソードも多分、あれ秋だったなぁって覚えてないわ。なんか確かに、秋としての認識じゃないもんな。そういえば、ロンティー着てた。かも、ぐらいだから。秋な。まあ、運動会とか秋ちゃう？そうっけ。運動会秋。今時は違うけど、俺らの時は、9月ぐらいやったから。ああ、そうなんか。あ、そうでもないか。運動会の思い出にすり替えちゃうじゃん。運動会もあったし、秋は何やったかなぁ。秋、スポーツの秋。まあまあまあ。なので、スポーツ。スポーツの思い出は、おのずと秋の思い出になるな。まあそうか。でも秋ってさ、その、部活やってたやろ？中学とか。ちょうど引退してなかった。ああ、そうか。中3の時とか。うん。で、受験勉強しなあかんけど、なんか遊んでるみたいな。ああ。があったよな。あったな。で、冬から本気出されるから、秋ぐらいがギリ一番自由やねん。中3ね。あ、確かに。だから俺めちゃくちゃ気楽やったかもな。あ、そうか。そう。勉強する気一切なかったから。高校受験、ここ一応してないんや、別に。してない。勉強はしてない。そうなんや、めっちゃいいやん。めっちゃよかったから、大変そうやなと思って見てた。みんなちょっとでも内心上げようとして、なんか。いや、そうや。宿題とかやってたけど。で俺一番勉強したと思う、その、中3の。ああ、偉いな。偉い。まあ、そうやな。まあ、俺が変なだけか。偉いというか。まあで、俺もその、大学受験みんながしてる時に同じこと思ってたから。大変そうやな、みんな。ヘラヘラしてるやつと遊んでた。もう絶対すぐ辞めたんねんと思って。辞める気で行ってたんや。そう。で、どこでもいいから入れるとこって感じだった。うん。なるほどね。そう、ちゃんと勉強してた。いや、だから秋はね、ギリ部活やめて、うん、何してたんやろうな。もうボーリングとか、そのカラオケとかさ、中学の時行ってた？まあ、行ったりもしてたかな。俺もその、まあ、行ったことなくはないけどぐらいやって、初めてちゃんと遊びで行こうぜみたいになったんが、そんぐらいかもな、秋。中3の秋。中3の秋ね。そう。で、カラオケが俺、二個隣の駅からなかったんや。え？めちゃくちゃ田舎や。大
阪よね。いや、その。ある大阪にそんな場所。いや、探したったんかなわからんけど、その。知ってるカラオケが、なんか有名な、ジャンカラって、あ、うん、歌広場か。歌広。そう、大阪やったらジャンカラやねんけど、うん、しか知らんくて、うん、ジャンカラ調べたら2個隣まで行かなあかんわってなって、電車、そう、待ち合わせ、駅で待ち合わせして、あ、おらんてみたいな電車乗って、おらんてカラオケ行って、うん、で最近頑張って覚えた時間とか歌ったりして。うん、電車でカラオケ行かつおらんて。いや、そうやったな、行ったわ。チャリーな。あ、でもそうか、俺の地元に、駅なかっただけで2駅分あるか、あそこまで行く2駅分ぐらい、2駅分ぐらい俺チャリ超えてるわチャリで行ってるやん、チャリで行ってるわ、すごあ、そうや、そんぐらいの時はチャリでどこでも行っとったもんな、行ってたなぁ、行ってたチャリでなぁ、秋なぁ、秋ねぇ、僕秋なんかあったっけ、スポーツ、食欲、秋秋、受験勉強、栗の話はないお手上げ、お手上げです。秋ね。秋なんかあったっけな、マジで。秋。もみじ狩り。もみじ狩りってやったことある？ない。ってか何？もみじ狩りって。なんで狩るを言葉として採用してんの？確かにな。見るだけでしょ、あれ。でも、見たら、うん、枯れるっていう認識を。っていうことなん。うん。はい、よかった。英語あの言葉考えたやつ、ひそかみたいな。やった瞬間終わりやから。やってないだけだから。ってなるから。飼ってないだけだからってことか。いつでも枯れる状態にした。泳がしてんな。もみじを一回、成長するまで。怖っ。まだ青い。まだ赤いもみじ見て。ウィットだね、じゃないのよ。いやー、秋なー、なんやろなー。なんかあるはずやけどな、絶対。もみじ狩り遊覧船みたいな船の案内やってたな、俺。へぇ、バイト、うん、まあ、その芸人の一環で。そんなのあるんや。観光地の下の、そう。ってたなー。名古屋、それは。名古屋、名古屋。へぇ、そんなんあるんや。人力車とかも引いてたよ、俺。へぇ、チャキチャキやん。そう。犬山城？犬山城っていうね、あんのよ。そう。観光地。うん。論文の厚さんが一番好きな城。一回、そう、来てた。城マニアやったんや、まず。かなぁ。秋なぁ。秋なぁ、まあ。秋が一番好きやけどね。まあね、過ごしやすいし。うん、秋の思い出なぁ。秋の思い出なぁ。もう思い出てないけど、音だけ出しとこうかなぁ。いける？秋っぽい音出せる。秋。鈴虫。シャ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 。秋か。お、秋っぽいね。あ、こっから先はそういう YouTube に。秋っぽい BGM を出すコーナーになりますんで。焼き芋か。焼き芋ね。焼き芋。焼き芋の思い出。焼き芋じゃないけど、なんか、ね、うん、あれ、ふかし芋か。ああ、ふかし芋缶を作ってたわ。作ってたなぁ。ふかし芋、狂ったように作ってたな。狂ったように作ってたもんね。なんか休みの日やったら芋あるよって。うん、あれ、ふかし芋。あったなぁ。なんか塩つけてくれんな。ええー、塩なん。あれ、違かった。うん。何？そのまま。ええー、ああ、じゃあそのままの末にかも、俺のとこ。末に？その末にっていうか、その数がえぐいから。ああ週4ぐらいで。なるほどね。なんか足変えたいなってなって、うん、塩つけてたんかもしれない。だからなるほどね。アレンジというか。そう、なんか奥が塩つけたら美味しいよ、つって。ああ。ふかし芋食べたわ。俺、あんまやなぁ、と思って食ってたなぁ。ふかし芋とスイカは。スイカもなぁ、俺、あんまやわ。うん。それやったらまだ俺、ふかし芋の方が好きやもん。うん、まあそうで。そう。スイカは。1個目はうまいねんな、ふかし芋って。なあね。うん。一口目はうまいね。うん。あとはもうなんか、まあ、応援してる知ってる。こんなに知ってますけど。でっかいもんな、おやつにしては。サイズが。腹張りすぎんねんな。とう。とうね。はいはいはい。とう。秋。おー秋。秋。こればっかりや。秋。頼もしいだけやな。ただ頼もしいだけや、こいつ。秋やったらこれそれとバチンでしまいよ。秋。頼もしい。秋。いいわ。こいつ売りゃいいんや。こいつさよりゃ。これ春やろ？あ、そうなん？これ夏やろ？夏ない。これ秋やわ。おぉ。これ秋やわな。うわぁ。
頼もしさだんだんと減ってきてるかも。頼もしさすらも。もう頼もしくもなかった。頼もしくもなかったかも、最後。応援しなきゃってなっちゃったから。あかんわ、そうなった。秋？秋。あ、え？ 10 分だ。え、くそー。うわぁ、マジかよ。もう10分早いなぁ。めちゃくちゃ言いたいこといっぱいあったのに。すわ、残念ですけど。じゃあ、まあ、早速ね、終わりました。あ、一個だけ言っといたら、一個だけ。なんかさ、なんか、いっぱい言いたいことあったみたいに言っとったんや、今。いや。なんか、秋のこと一個ぐらい言っといたら。まあ、でもその、来週分があるんでね。来週分にね。引き続き、来週は、俺がトークテーマで、あの、秋の思い出やるから、おいおい、出してもらってってことになります。今年の秋めっちゃなんかやったろ。次来た時と困らんように。ね。じゃあ来週お楽しみに。はい、ありがとうございました。じゃあ、秋。